モデルプレスカウントダウンをご覧の皆様、ヤマト、ユタ、ロトップ、キュウガ、はい、カウントダウンです。もうシンプルに楽しみじゃない？楽しみ。うん、2回目ですしね。なんか前回と違った形で、出演させていただけるということで、まあ、この機会を、まあ、ちょっと思い出に残るように精一杯楽しんでいけたらなと、靴がね、あれなんで、転ばないようにだけしようみたいな話はさっきしてたんですけど、そう、階段あるから階段怖いですよ、転ばないように頑張って、はい、まああと今回バズーカもありますから、はい、やれ嬉しい、何回も出んのかな、うん、まあ一発でいっぱい出るみたいな、母ちゃんとかの位置も把握してるから、なるべく母ちゃんめがけて打てるようなね、エコヒーキしていければいいかなと思います、うん、YouTuber の人とはみんな喋った気がします、うん、もう仲いい人ばっかりだったな、うん、特にバンバンザイが隣で、うん、よく話した、うんうん、嬉しいですね、モデルさんとかとは話してないおじいだけ英語僕全く勉強してないっていうか分かんないんですけど、生きていけるって思いました、別の世界でも本当根性が全てだなっていうふうに思いました、気合と国をまたいでもね、うん、うん、まあ YouTube ショートの CM を務めさせていただいたこと、ビッグニュースですかね、あれはだいぶクリエイターの友達からも反響があって、いろんなところで広告見たよ、 CM 見たよっていうふうに言ってもらえたりとか、親もなんか見てくれたりとかして、こう自分たちが本拠地として活動している YouTube でお仕事がいただけて、多くの人に喜んでもらえるっていうのはすごい嬉しいなと思います。やっぱりひたすらお願いをしていきたいなっていうふうに思っていまして、まあ、自分たちのチャンネルでチャンネル登録お願いするのもそうなんですけど、まあ、例えばこれを見てくださってる方に僕たちはお願いしたいですし、今から出るランウェイのステージでも、まあ、お願いしようかなと、うん、お願いしよう、まあ、お願いする人っていないから、もうこのお願いスタンスっていうところでやっぱり400万人を達成していきたいなと思います。これを見て皆さんもぜひぜひこの後のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。